岡田代表が靖国参拝参拝しないということに対して別に批判するものではありません。永久戦犯についてはどう思わないんですか。そうじゃないというなら陸上自衛隊の幹部による靖国神社の集団参拝について質問します。お静粛に願います。公用車を使用して靖国神社を参拝しました。同じ日に靖国神社近いですが、安倍内閣の一員として終戦の日の15日朝、木原稔防衛相は東京九段北の靖国神社に参拝した。木原氏は参拝後、記者団に尊い命を犠牲にされた皆様方に哀悼の誠を捧げ、尊崇の念を表してきたと述べた。私費で玉串料を納めたという。現役の防衛省としては、岸忍氏が2021年8月13日に防衛庁長官では、02年8月15日に中谷はじめ氏が参拝した例がある。靖国神社には、極東国際軍事裁判、東京裁判で永久戦犯とされた14人が合祀されており、中国や韓国が閣僚らの参拝を問題視する。木原氏は、日韓関係への影響について、韓国とは引き続き関係を強化していくつもりだと述べるにとどめた。木原氏の参拝を受けて、韓国外交省報道官は、15日、日本の責任ある指導者級の人物が供え物料を奉納したり、参拝を繰り返したりしたことについて、深い失望と遺憾の意を表明するとのコメントを出した。日本の責任ある指導者らが歴史を直視し、過去の歴史に対する謙虚な省察と真の反省を行動で示すことを促す。これは未来志向的な韓日関係発展の重要な土台であると強調した。また韓国外交省は時代錯誤的な行為に外端を禁じ得ないとして、金正君、キムサンフンアジア太平洋局長が在韓日本大使館の稔生大輔総括公使を呼び出して厳重に抗議した。今、総理はサンフランシスコ講和条約第11条によって極東軍事裁判所の裁判を受諾していると。でそれは事実であります。でその東京裁判、極東軍事裁判で有罪判決を受けた25名、うち7名が死刑判決を受けておりますが、これをこの人たちに対して永久戦犯という言い方を通常するわけでありますが、この永久戦犯に対して総理はどういうお考えをお持ちですか。小泉内閣総理大臣、静粛にお願いします。私は東京裁判におきましては、答弁中です、静粛に。A 級戦犯のみならず B 級戦犯、C 級戦犯、数千人の方々が、有罪判決を受けている。それについて、A 級戦犯についてどう思うかというご質問だと思いますが、私は受諾しているわけですから、それについて、異議を唱える立場にはございません。岡田克也君。ちょっと総理、多分事実関係間違っておられると思いますが、極東軍事裁判、これを東京裁判と俗に言いますが、極東軍事裁判において有罪判決を受けた25名について、これを永久戦犯で、その他の軍事裁判、これは日本の国内もあります、国外もあります、それに対して、B 級戦犯、C 級戦犯と、こういう区別をしているはずですが、今の答弁だと、東京裁判でかなり多数の方が有罪判決を受けているというふうに聞こえましたが。明確な事実認識におきましては後ほど調べて、もしご必要があればお届けしたいと思います。永久戦犯について質問するということは通告してありましたし、基本的なことですからやっぱり間違われない方がいいと思いますよ。そこでですね、この25名、死刑7名、終身禁錮16名、禁錮20年1名、禁錮7年1名、そして、あと3名の方が、2人は途中でお亡くなりになり、1人、大川周明氏は途中で生死に変調を出して、裁判から外れました。永久戦犯については、重大な戦争犯罪を犯した人たちであるという認識はあるということですね。裁判を受諾していると。二度と我々は戦争を犯してはならないと、戦争犯罪人であるという
認識をしているわけであります。まあ、私は、まあ、もちろんその25名の一人一人を見たときにいろんな議論はあるんだろうと思います。しかも、まあ、東京裁判そのものについてもいろいろな議論はあると、まあ、勝者が敗者を裁いた裁判であったとか、事実関係において間違いがあるとか、あるいは新しい罪を設定して裁いたとか、いろんな議論はありますが、しかし我が国としてこれを受諾をしている、まあ、これが議論のスタートだと思うんですね。そしてその東京裁判において現に有罪判決を受けた永久戦犯に対してこれは重大な戦争犯罪を犯した人たちである、そういう認識にまず立っていろんな議論をしていかないと、まあ、議論が迷走すると思うんですが、東京裁判を受諾しているということで十分ではないかと思います。その裁判を受諾しているということはその25名について重大な戦争犯罪人であるという判決が出ているわけですから、そのことは受諾しているということですね。その裁判を受諾しているわけであります、認めているわけであります。5月16日の予算委員会で、まあ、総理が我が党の戦国委員の質問に対していくつかお答えになりました。そのことに関してですね、まあ、少し具体的に聞きたいと思います。まず総理はですね、戦没者に対して追悼を行うことに関してどのような追悼の仕方がいいかということは他の国が干渉すべきでないと、こう述べられました。この干渉すべきでないということは、どっかの幹事長が述べられたように内政干渉すべきでないと。戦没者に対してどのような追悼をするか他の国が干渉すべきでないと申し上げたんであって、これおかしいとは私は思っておりません。そして内政干渉という定義はないんです。内政干渉というはっきりした言葉の定義はないんです。どれが内政かと、今それぞれの国がいろんな内政問題について自分の国はこう思うということを他国に対して言います。しかし私の答弁をよく読んでいただきたい。戦没者に対してどのような追悼をするか他の国が干渉すべきでない。総理、内政干渉っていうのはれっきとしたきちんとした定義があります。これは国会の場でもですね、政府からの答弁もなされています。ある種の武力その他の強制力を持って一国が自国の自由裁量で決定しうる事項に対して圧力を加えて自国の意向に相手国を従わせようとする行為、これが内政干渉の定義です。ですから強制力を持って他の国の自由裁量に属することについて、圧力を加えて従わせようとする行為、これが内政干渉の定義です。ですから内政干渉のポイントは強制力を持って圧力を加えて従わせようとする、これが内政干渉のポイントですよ。ですからその後も法律的な意味での内政干渉には当たらないということは明らかなんですよ。総理は全く意味をですね、常識的な言葉で持って発しているわけですよ。そしてそのことが国際的紛争を招いているわけですよ。この点も岡田議員は誤解されていると思います。私は戦没者に対してどのような追悼をするか他の国が干渉すべきでないと言っているんです。内政干渉すべきでないということは一点申し上げておりません。最初に総理がそう言わればよかったんですよ。私内政干渉という意味かと最初に聞いたんですから、その時にはあやふやにして答えられたわけですね。まあ、武部幹事長が言われたことは全く私は政治家として無知だし、政治家としての常識に欠けると、まあ、そういうふうに言わざるを得ないと思います。戦没者に対してどのような追悼をするか他の国が干渉すべきでないという私の発言がなぜ他の国を傷つけているんですか、そこをお聞きしたい。総理がそうやって開き直っていることが問題なんですよ。それこそがこの問題の根源なんですよ。いや、総理がね、開き直ってなぜ問題なのかわからないとおっしゃるんであれば、それは一般の人がそう言うならいいですよ。しかしあなたは日本国総理大臣なんですから、わからないと言って開き直ってるんではなくて、もし総理が信念を持って自らが靖国に行くべきだと考えてるんであれば、そのことをちゃんと理解させる責任があなたにはあるんですよ。それに対して異を唱えている人に対してこういう考え方で行くんだ、でそのことは問題ないんだということを説得しなきゃいけないんですよ。説得もせずに分からないと言って開き直っている、それは総理大臣になることじゃありませんよ。なぜ開き直っていると解釈するんですか。戦没者に対してどのような追悼をするか他の国が干渉すべきでないという私の答弁がなぜ開き直っていると取られるのか理解に苦しんでおります。そして私が靖国参拝するときにどう言ってるかよく調べてください。今までにそれは二度と戦争を起こしてはいけない、今日の日本の
発展というのは現在生きている人だけで成り立っているものではない、心ならずも戦場に行かなければならなかった方々の尊い犠牲の上に成り立っているはずだと、そういうことを考えると戦没者に対して敬意と感謝の意を表するために靖国参拝に行っているんであると、もう何回も説明申し上げてあります。決して軍国主義を美化するものではないし、日本が軍事大国になるために行ってるんではないと、この平和のありがたさをかみしめようと、二度と国民を戦場に駆り立てるようなことはしてはいけない、そういう気持ちを込めて参拝しているということは何回も申し上げております。総理、それが独りよがりなんですよ。私は日本国総理大臣として靖国に私自身が行くことはありません。そのことは何回も申し上げている通りであります。永久戦犯が合祀をされている、そしてその永久戦犯合祀にあたって永久戦犯を昭和の受難者だと位置づけて合祀している、その靖国神社に総理は行くべきじゃないと私は考えます。総理がどういう思いで行ったとしても、しかし永久戦犯が合祀され、そしてその永久戦犯が昭和の受難者として合祀されている、私はその一点をもって靖国に行くつもりは総理として行くべきではないと思います。総理、あなたがあなたの考え方を言われるのは結構です。しかしそれが相手に通じてないんです。通じてなければきちっと説明して理解させるのは総理大臣の責任でしょう。これも私は過去何回も答弁しているんです。永久戦犯のために参拝しているのではないと、多くの戦没者に敬意と感謝の意を表したいと、そういう気持ちから参拝しているのであって、特定の個人のために参拝しているものではございません。私は岡田代表が靖国参拝参拝しないということに対して別に批判するものではありません。それは岡田さん自身の考えでしょう。しかし私は靖国神社に参拝しているということは、今までも申し上げておりますように、多くの戦没者の犠牲の上に今日の日本の繁栄があるんだから、そういう戦没者に対する敬意というもの、感謝というものを決して現在でも忘れてはならないという気持ちから参拝しているわけでありまして、この点については何回も申し上げております。岡田代表は靖国参拝がいけないというんですか、いいんだけども中国が言うからいけないというんですか、どっちなんですか。私はまず国民の皆さん、特に遺族の皆さんが靖国参拝をされるその心情はよくわかります、よくわかります。しかし日本国総理大臣たる立場にある人が永久戦犯合祀され、そしてそれについて昭和の受難者とまで言っている靖国神社に日本国総理大臣が行くべきではないというふうに思っています。今外国政府に言われて行く行かないを決める問題ではありません。それはまず自らが判断すべきです。ですから私は総理に判断を聞いてるわけですよ。今現にこれは日中間だけじゃありませんよ。この前シンガポールの首相にお会いしましたが、シンガポールの首相も非常に心配をしておられました。もちろん日韓関係もあります。アジア全体が今この問題をきっかけに日中関係がおかしくなるんじゃないか、そして日中関係がおかしくなればアジア全体が影響を受けるということを深刻に心配してるんですよ。そのぐらい今大きな波及効果、そして日本自身にとっても先ほどの常任理事国あるいは6カ国協議、拉致の家族の皆さん、そして核開発があれば日本にとって安全保障にとって極めて大きな影響、そういう大きな問題がたくさんある中で、そういうとしてそういうの判断を自らすべきじゃないか、全体を捉えて、それは総理の心情から見れば問題あるかもしれないけれども、いやそこは総理大臣だからきちんと判断すべきじゃないか、そういうふうに申し上げているわけです。そうすると靖国神社に参拝するのは悪くはないけれども、中国の環境を考えて中国が好ましいと思わない、嫌だと言ってるから行くなということなんですか。正式に議論をすり替えないでもらいたいんです。永久戦犯を合祀した靖国に日本国総理大臣は行くべきでない、でそれは自分の判断でそういうふうに決めることであって、外国に言われて決める問題じゃない、私はずっと一貫してそういうふうに申し上げています。そして総理、自分で判断しなさいと。でそうじゃないというなら、中国や韓国、この靖国参拝に異を唱えている国に対して自らの信念を語って説得しなさいと。説得もしない、掘り出してなんで問題なのかわからないと言って言い放つ、私はね総理、その結果として日本の国益、結局どうなるんですか。国民挙げて、あるいは外務省を先頭に、みんなが本当に努力をしてね、日本の国の利益、国民の利益のために、北朝鮮との交渉、これをいかにしっかり運んでいくのか、あるいは常任理事国の問題、あるいは東アジア共同体を作っていくために、やっぱり日中関係、日韓関係、日本とアジアの関係、いかに大事か、そういう視点で大きな判断をすべきだということですよ。岡田さん自身が靖国参拝しないということは、私は批判いたしません。
中国が靖国に参拝するのを不快感を持つということも別に私はそういう考えであるということは理解しております。しかし今の議論を聞いているとこの総理大臣の職務として参拝しているものでない私のこの心情から発する参拝対して他の国が干渉すべきではないと思っているんです。そしてこれはやっぱり心情の自由というのがありますから心の問題ですからそういうことを考えて私としてはそういう心の問題にまで他の人があれこれ言うからご静粛に願います。どうかということを考えるよりも自分自身の判断で考えるべき問題ではないか、これが総理大臣を退陣しなきゃならないというふうには考えておりません。総理揚げ足取るつもりありませんが言葉をもう少し正確に言われた方がいいと思います。例えばね、信教の自由の問題だっておっしゃいました。憲法の保障する信教の自由っていうのは国家権力が個人に対して特定の宗教を強制しないということであって、日本国総理大臣が俺は信教の自由があるんだからそういう話全く憲法ってものは分かってないんじゃないかと私思うんですよ。信教の自由のために私は靖国参拝してるんじゃないんですから、心の問題だと、心の問題と信教の自由という宗教と違います。私は神道を奨励するために靖国神社に行ってるんじゃありません。その点はよく考えていただきたい。そこで繰り返しますが、ご静粛に願います。戦没者に対してどのような追悼をするか、他の国が干渉すべきでないということに対して岡田さんちっとも答弁しません。これが本当にいけないんですか。開き直りだと言っておりますけども、そう思わないんですか、岡田さんは。ご静粛に願います。委員各位に申し上げます。質問も聞こえません。ご静粛に願います。岡田克也君。総理、私は申し上げてるじゃありませんか。戦没者に対して、どういう形でそれを弔うかということは、それは日本が決めることです。しかし他の国が意見を言うことができます。内政干渉でこれありません。意見を言うことはできます。しかし決めるのは私であり総理ご自身です。そのことははっきり申し上げてるじゃありませんか。しかし現実、いろんな問題がこのことに端を発して起きているときに、それを解決する責任も同時にあなたにあると申し上げているんです。だからどういう解決の仕方があるか、私は2つ申し上げましたけども。だから私はあなたに靖国に行くのやめるべきだと一回も言ってませんよ。自分がその解決策を見つけるべきだ。その責任があなたにあるって言ってるんですよ。で、それがない、このまま放置する、それはいつかはなんて言われますが、本当に重要な今局面で、日本にとって日中関係、日韓関係、あるいはアジアの関係、そんな時間はないんですよ。だから私は、それならあなたは辞めるしかないというふうに申し上げてるわけです。今、岡田さんは私に対して、靖国神社参拝を辞めろとなんか言ってないと言われた。そして、どのようなこれからの日中間の関係を考えているかということでありますので、私は一部の意見の対立があっても、日中の友好は重視だということで、これからいろいろな分野において協力していこうということで、胡錦涛国家主席とも話し合いの中で、共通の認識を持ったわけでありますので、経済の交流のみならず、文化、スポーツ、あらゆる分野において、友好協力関係を深めていくような話し合いをこれからも進めていきたいと。さらに国際社会の中でも、国連改革のみならず、北朝鮮の問題につきましても、今、協力を進めております。そういう中で、お互い、話し合いをしていく必要がありますし、将来、時間をかけても、私が日中友好論者であるということをよく理解していただくように、これからも努力をしていきたいと思っております。岡田克也君。私が申し上げたのは、総理ご自身が自らの信念を貫いて、そしてそのことについてアジアの国々に説明をして理解をされる、それだけ説得する自信があるんなら、それも一つの考え方だ、一つの答えだと申し上げたんです。しかしそれができないなら、それは総理ご自身が行かないか辞めるかしかないんです。そのことを私は申し上げてるわけです。できないんじゃなくて、もしできるっていうのはやってくださいよ。しかし総理はずっと言いっぱなしじゃないですか。
それは二国総理大臣として取るべき態度じゃないということを申し上げているわけであります。次に郵政の問題について質問したいと思います。総理、郵政の、民営化ですが、先ほども質問が出ていろいろ言っておられましたが、簡潔に答えていただきたいんですが、何のために民営化するんでしょうか。一点ですね、お聞きしときたいことがあるんです。8月15日、今年のですね、全国戦没者追悼式に、今年は出席されますよね。どうですか。宮田防衛大臣。出席したいと考えております。同じ日に靖国神社近いですが、行かれますか。稲田防衛大臣。靖国神社の問題につきましては、安倍内閣の一員として、適切に、考え、そして、行動してまいります。随分成長されたように思いますが、私も質問した甲斐があったというもんだと思いますよ。今の答弁をお聞きしますとですね、日本にとって何がいいのかを判断して行動していただきたいんです。自分の心情ではなくですね。で、大臣はですね、南スーダンの PKO 派遣について、昨年です。駆けつけ警護を付与した後ですね、こういう記者会見で発言をされてるんです。新任務付与で仮に犠牲者が出た場合、大臣はどういった責任の取り方をするつもりか。で、日報の問題もですね、私が問題にしているのは、駆けつけ警護を決める間ですね、日報は破棄してなかったと言って後で出てきたわけだから、駆けつけ警護を決めるときこそやはり日報をしっかり見てですね、どんなことが現場で起こっているのかということを犯罪材料にすべきだったということで、おかしいねって言ってるわけなんですが、それはちょっと置いといて、このとき大臣はですね、新たな任務の付与について命令を出したのは私自身ですから、そのすべてのことについての責任は私にあるとおっしゃってる。どのような責任があって、これは質問は、万一犠牲者が出た場合は、先日供述人、今井供述人の現場の話もおととい、ここでありましたけれども、ガラッと一挙にして状況が変わる可能性もあります。ここで犠牲者が万一、こんなことあってはならないわけですが、責任取るとおっしゃってるわけです。どのように責任取られるんですか。稲田防衛大臣。その記者会見の中でやはり命令を出したものの責任は非常に大きい。そして今委員がルールおっしゃっていること、私全く同じ気持ちですっていうのが、やっぱり地場の情勢刻々と変わっていく中で、しっかりと、私は日報だけじゃないと思います。しかも日報は隠蔽してませんから、駆けつけ警護を与える間日報を隠蔽して、全くそれ事実と違います。しかしながら委員と私が同じ考えと思うのは、本当に刻々と変わっていく中で、私いや全ての責任を取るということです。それはどういうことかというと、しっかりと現実を見て、そしてその中で適切な判断をしていくと。もう一問お聞きしたいんですが、大臣は以前こういうことをおっしゃってます。イラクに自衛隊が派遣された時にですね、万が一自衛隊員がイラクで犠牲になった場合、今のままでは靖国神社に合祀されることが難しいのではないでしょうか。こんな状態で自衛隊を生かせていいのでしょうか。そしてですね、こんなこともおっしゃってます。最近防衛庁の敷地内に殉教者のための無宗教式の慰霊碑が作られ、ラムズフェルド米国防長官が参拝したと報道されていると。しかしですね、英霊を祀るにふさわしい場所は靖国神社以外にありませんと、この点の発言をいっぱいされてるんです。万一南スーダンで犠牲者が出るということなどがあれば、本来は靖国神社に合祀をされるべきだと。本来はですよ、今の憲法上のこととかは別に、大臣のお考えは、本来は後ろから大臣のお考えだからいいです。いいですよ。大臣のお考えは、本来は靖国神社に合祀されるべきだというお考えでよろしいですか。現在私は安倍内閣の一員でありますし、防衛大臣として内閣の方針に従い適切に判断をして行動してまいります。ものすごい勇ましいことをいっぱいおっしゃってるわけですよ、今まで。韓国や中国についても申し上げませんけれどもね、勇ましいことをおっしゃってきたわけですよ。でね、例えばですね、靖国神社、これはですね、心の問題とおっしゃってるけど、安全保障国防の問題だと。これは、過去不戦の誓いをするところではなくて、いざといえば命を懸けて後に続きますとか、エリートは血を流す覚悟をしなきゃならないとか、そういうことばっかりおっしゃってるわけですよ、今までね。ですから私は隊員を守る仕事なんです、大臣は。これは私の感想ですけどね、命を懸けるとか血を流すということを美化してはならないわけですよ。そうでしょ。でもそういう発言をいっぱいされてる
方が防衛大臣だから心配してるわけです。そこでですね、お聞きしたいと思いますが、今回のこの日報の破棄の問題ありましたね。この過程で大臣は何が一番問題だと思いますか？一連のね。で、後から出てきました。後ろいらないですよ。大臣は一体その過程で、もう大臣、ご自分の、言葉でお答えになった方がいい。何が一番問題だったと思うか。いかがですか？稲田防衛大臣。まあ、何度もお答えをいたしておりますけれども、私は、私の指示で、この日報が出てきて、公表されたということは評価しています。しかしながら何が問題か。やはり、指示をして見つけるまで、見つけてから公表するまで1ヶ月もかかってしまったということは非常に問題であるし、そこは改善していく。さらには日報の取り扱いですね。まあ日々施設隊が作っている日報を用済み破棄としてきた。これは南スーダン施設隊派遣したのは民主党政権で、その時からずっとそうですけれども、でもこの日報を用済み破棄にしている取り扱いがどうなのか、ここも問題だと思います。地元清美君、シビリアンコントロールの観点で、この私は前回も質問いたしましたけどね、この日報は財産ですよ、宝ですよ。イラクの時もですね、万章さんという方がですね、イラクの報告出してるんです。日々の記録はその後の後輩たちの活動への宝だって言ってるわけです。で、私は教訓を次につなぐということを評価をいたしました。ですからシビリアンコントロールであったり、自衛隊の命を守るということが日報と直結してるわけですよ。ですから果たして今この間の経緯がどうだったのか、最後にお聞きしたいと思いますけれども、私調査が曖昧だと思うんですよ。私大臣は最初ですね、調査しなさいとおっしゃったと思いますよ。きちんと調査をして、そして文章でその経過をですね、報告としてお出し、今口でおっしゃってますけどね、お出しになる文章でね、こういう経過でしたということをお出しになるおつもりはありますか？やはり、こんだけご報告が遅れたこと、また日報の取り扱いも含め、また捜索範囲が、これでよかったのかということも含め、そして、今後どうするかということ、それはやはり次にこういったことが起きないためにも、私は文書でまとめて報告したいと思っております。次に、陸上自衛隊の幹部による靖国神社の集団参拝について質問します。この問題をめぐっては、先月9日、陸上幕僚幹部の小林副長ら航空事故調査委員会の所属の幹部が、集団で靖国神社を参拝していたことが、翌日の10日付の新聞博多の報道で明らかになり、防衛省は宗教施設への部隊参拝を禁じた1974年の、事務次官通達に違反する疑いがあるとして、木原防衛大臣の指示で事実関係の調査を始めました。ところが、防衛省が先月26日公表した調査結果は、参拝を行った22名全員が休暇を取得し、玉串料も私費で支払った自由意思に基づく私的参拝だったとし、参拝、部隊参拝を禁じた事務次官通達に違反していないと結論付け、公用車の使用のみを不適切とするものでした。そこで、木原大臣の責任のもとに公表された調査結果が本当に厳正な調査を経て出されたものか伺っていきたいと思います。小林副長らの参拝は事前に実施計画を作成した上で行われ、それを行政文書として保存していたことが判明しています。私の処理要求に対して防衛省が提出した実施計画のうち一部です。資料の1枚目から3枚目は実施計画の内容を事前に陸幕長に報告するため出された。参拝はこの昨年の11月28日付および29日付の事前提案です。これを見ると参拝は例年行われ、その目的は航空事故調査委員会として陸上自衛隊の航空安全を祈願し、航空事故、不安全事故等の絶務に向けた意識を高揚させるためだとある。つまり参拝は委員会の組織として所属議員の意識を高揚させることに置かれているわけであります。資料の4枚目から5枚目、事前提案に添付された今年1月10日付の実施計画の本文の一部であります。これ見ると、参拝の当日、勤務員は0740に集合完了して幹部を出迎え、全般配置図に従って案内誘導を行うことなど、こと細かに行動が定められています。木原大臣、小林副長らの参拝が自由意思で休暇を取り、玉串料も私費で払ったというけれども、こんな実施計画、これほどの実施計画見たらもう一目瞭然ですわな。一斉に行動していた事実を見れば、部隊参拝以外の何者でもないじゃありませんか。
防衛大臣木原稔君。本年1月9日にご指摘のように陸上自衛隊航空事故調査委員長である陸上幕僚副長等が作成された計画に基づき公用車を使用して靖国神社を参拝しました。その後の私の指示の下で調査の結果、今般の参拝については参加者全員が各々の自由意思に基づく私的参拝と認識した上で休暇を取得し玉串料を私費で支払った私的参拝であったということが判明したわけであります。陸上幕僚副長等による靖国神社への参拝につきましては私人としての行動である旨を明示して航空安全祈願の参拝案内を41人に対して行いまして、そのうち22名が参加したものです。19名は不参加の意思表示をしたということであります。で、参加者は各々の自由意思に基づく私的参拝と認識した上で休暇を取得して玉串でも私費で払っているということです。まあ、要するに私的参拝だということを何回も強調しているだけですわな。それでね、航空事故調査委員会という同じ部署に所属するメンバーが示し合わせて集団で参拝した事実を見れば組織性は否定できません。木原大臣は先月30日の記者会見で部隊参拝を禁じた1974年の事務次官通達が50年前の非常に不利ものだと強調し、必要に応じて改正を行うべきだと通達を見直す考えを示された。一体何をどう見直すというのか。今般の陸上幕僚副長等の参拝に関しては、宗教的活動に関する事務次官通達に違反する行為はなかったということを踏まえて、現時点では同通達の改正は行っておりません。他方で、宗教的活動に関する事務次官通達というものはご指摘のように昭和49年に発刊された古いものでありまして、それ以降最高裁の判決の中で信教の自由であるとかあるいは政教分離に対して判決が出ております。都の地震災訴訟などのございます。目的効果基準などもそこで示されたものであります。そういったこと判例の積み重ねもあることから、増達についてはその内容を不断に検討し必要に応じて改正を行うべきものというふうに考えているところであります。事務官時間通達はね、当時自衛隊の靖国や護国神社への公式参拝、殉職者の合祀を自衛隊員の士気にとって不可欠とする動きがある中で、自衛官の合祀拒否訴訟や我が党の東中光雄議員の衆議院内閣委員会での追及を機に出されたものであります。この通達によって当時の防衛庁自衛隊は靖国や護国神社との関係を強化する目論みを公式には断念せざるを得なかったのであります。こうした歴史的経緯があることを中身を交代させることは断じて許されません。元陸幕長の日場子義文氏は靖国神社の月刊誌で、将来国土を守るために戦死する自衛官が正規するかもしれないなどと述べ、国家の慰霊追悼施設としての靖国神社の復活を願うという論文を寄稿しています。小林副長らの参拝はこうした戦前回帰を求める動きの中で靖国神社との関係を組織的に強めようとするものだと言わなければなりません。このような行為を容認した木原大臣の責任は極めて重大だと私は思います。そのことを指摘して終わります。これにて国田君の質疑は終了いたしました。